はい、どうもコミです。さて本日はこちら関西クラクラクラブのホームからお届けしていきたいというふうに思います。いや、私コミですね、誕生日を迎えました。ありがとうございます。誰かが画面の向こうでおめでとうと言ってくれていることを信じてありがとうございます。いや、ついにですね、30代も折り返しになっちゃいましたね。いや、なんか早いな。去年の一昨年からの10月にドイツ来てからもう1年ね半は経たないかな、1年ちょっと経っちゃったっていう感じで、もう最近時間過ぎるのがもう超早いんですけども、まあまあ充実してるっていうことでね、まあこれからもクラクラも楽しみながらいろいろ仕事も頑張ろうかなというふうに思うところなんですけども、本日はマジね超悲しいですよ本当に。やらかしちゃったっていう話で、スーパーネクロマンサーを使う場面っていうのがね、もう痛いぐらいよくわかりました。こういうネクロの使い方してほんとダメっていうのがわかったので、ちょっとね、まあ次回も込めて、まあ分かったっていうか、もう分かったんですけども、忘れてたんですよ改めて思い出した。次回の念も込めて、まあ、動画を撮ってます。ほんのね、つい10分前にやらかして、あわや星1よ、これ。55%。しかもさ、これ、防衛全開されちゃってるもんだからさ、もう、ほんとこれ負けたらどないしようみたいな感じよね。で、ですね、何で攻めてかっていうと、これ、オデヒーからのネクロラッシュやったんですね。で、まあ、このままだって、まあまあ、オデヒー長いんで、ゆっくり見てもらえたらいいと思うんですけども、こうデンで削って、で、ネクロたちを、この辺からこうね、ギューって突入させて、ジャンプジャンプをかけながら、うわーっとこう散らせていって、キングとあと投下兵舎、こうですね、投下兵舎を使って、で、まあこの辺をこうカットしていってあげながら、まあロイヤルチャンピオン、この辺から入れていけばいいかな、みたいな。まあ、そんなようなプランだったわけですよね。で、どこでやられたかっていうと、まあもちろん、ここ。ここよ。ここでやられたのよ。ほんとね、まあ、ここまでは良かった。ちゃんとテスラ確認しながら、しっかりウィザードで削りを入れて、まあまあ、まあまあ、いい感じじゃないのっていう気がした。ね。ネクロマンサーにしっかり追従して、グランドボーデンを移っていって、まあちょっとね、このキングに釣られたのはやべえなと思ったけど、大量のスケルトンが一気にここを、サポートしてくれたんで、見てこの骨。はい、でも一気に骨消える、みたいな。で、まあ、ここから先もですね、一応レイジに乗っかって、ね、スーパーガーゴイル出てきたけども、そこに関してはしっかりと骨が、スケルトンがタゲを取ってくれて、で、はい、ここですよね。お、ネクロどこ行った？ネクロ。およよ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 よみたいな感じ。はい、これでおしまいです。わかる？わかるかな？この、とどめ。とどめ。わかる？いや、これなんですよね。まあ、自分、今回のこのプランニングをしたときに、ここに投石あって、投石あって、ここにマルシンフェルノがあって、まあまあ、ネクロの天敵となるタウンホールも含めて、密集していたわけですよ。なんで、レイジかけながらトーム使ってやれば、まあまあ、タウンホールはおそらくスケルトンがやっつけてくれるだろうと。で、まあ、投石を仮に食らったとしても、まあ、そのままトーム、使った、状態でスケルトンがね、投石機の方までこう走ってくれて、後ろから、アーチャークイーンとネクロ本体が残った投石機なんかを射抜いてくれるかな、みたいな感じで思ってたんですけど、まあ、結果大外れですよね。まあ、何が起こったか。ちょっとね、もう一度見てみましょう。いや、本当にね、マジ何が起こったかわからねえ。何を言ってるかわからねえが、俺もわからねえ、みたいな感じですよ。本当に。マジでね、ジョジョのポルナレフ君になっちゃいましたよね。で、まあ、その、ビジュアル的にはマスオさん、みたいな感じなんですけど、もうとにかくね、もうそんな感じですよ。もうね、こうでもしてテンション上げていかないとね、やってらんねえって感じ。本当に。泣けてきますよ、ほんとさ。まあ、ここまでリーグ、まあ、そこそこね、いい成績で頑張ってたんですけどね。こういうところはね、うまくいきましたよ。ちゃんとね、ウィザード使ってカットしたりとかね、しながら、時間をなるべく節約していきましょうという仕事は、まあ、順調にいきました。で、ここね、グランドウォーデンしっかりと大砲を壊した段階で、アイスゴーレム登場からのネクロマンサーみたいな。まあ、バッキーのタゲをもらっちゃうけども、ちゃんと、スケルトンでこれをサポートしていくという感じですね。アーチャークイーンのターゲットもしっかりスケルトンが取ってくれるのが美味しいですね。スーパーオールベーカーの投げもここも決まってます。もうこのスケルトン一発やられたのはだいぶ痛かった。これは正直痛かったけど、まあ、ここでスケルトン生成してちゃんとこいつらがタンクオーバーに向かってるんで、まあよしっていうところだと思うんですよね。ミスった。よいしょ。こんな感じ。で、ここ。見えたかな。今、
まずこれで、タウンホールの爆発によって一気に大量のスケルトンが全部消えたんですね。だけどさ、ネクロ山ほど残ってんじゃん。だからこいつらが別にトーム使ってるしに、この辺壊してくると思ったわけですよ。なんだけども、はい、ここから。マルチインフェルノに焼かれに焼かれ、スケルトンがいなくなって、やべえ、ネクロ本体ダメージ受けてる、ピーンと思って、はい、こうトームを使いました。いけ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 と思って、いけいけいけと思ってたんですけども、いかないのよね。で、巨爆を食らってさらに削られ、で、挙句の果てにはトルネードトラップを食らい、はい、こんな感じ。見てわかる？これ、スケルトンがここに大量にいるから5、6体固まってるんですよ。透析のダメージ受けて、骨、本体が骨になっちゃったみたいな感じ。これよね。いやだからさ、結局この攻めをするときっていうのは、あの透析機とか、あとこのインフェルノタワーを、ちゃんと蹴散らずに、ライトニングとクエイクで壊しておいて、で、ネクロ本体を、焼けるような、施設っていうのを、ちゃんと、その、削った上で攻めるっていうのが、まあ、セオリーなんですよね。こういう、オデヒーネクロっていう戦術をやる場合には、セオリーだと思うんですよ。なんですけども、今回自分はそれを完全に忘れていて、思いっきりここよね、ここのところ。ここにライトニングをかましてあげて、で、そこからの、なんだ、例えばここをオデヒーで削ってからの、ネクロをこういう風に流していくとか、いうことができればおそらくいけたんじゃないかと思うんですけど、まあ自分は甘く見ましたね、この村を完全に。甘く見ちゃって、で、今のようなプランをやんなかった。ジャンプを使って、レイジを使ってみたいな感じで、イエティみたいに使っちゃったんですよ。イエティみたいに使うんだったら、イエティを本当に使うかないしは、スーパー、ネクロマサー。これを使えば、おそらくね、こういう、あの、悲惨な目には合わなかったと思うんですよね。そこを完全に見落として、高火力隊に一気にこう、ネクロ本体突っ込ましちゃったもんだから、一気にこう、マルチ、ダメージ施設のターゲットを受けまくっちゃって、もう、全部、受けちゃったというところですね。いや、まあ、本当に情けないっすよ。皆さん、本当ね、こういう手は踏まないように。で、違うわ。で、まあ、ここから先は、こういうのを回避するためにはどうしたいのかっていうところに関して詳しく話していきたいというふうに思います。で、ですね、見ていきたいのは、まずはこれ。K さん。やっぱりね、スパネックを最近、環境でよく使うのは K さんですね。T コンさんにもいらっしゃるし、いろんな戦術に長けてる方なんですけども、スパネックを入れていきます。で、スパボールブレーカー2体持っていってますね。これを使うのはここです。この壁を開けていって、スパネックをガツンとこの中に通していく。ジャンプの呪文を使って、ここから一気にこう、ばらけさせていくみたいな感じになるわけなんですけども、この攻めしっかりとライトニングを使って、グランドオーデンの削りを、ここ、深くまでやってますね。この深さすごい大事です。じゃないとネクロマザーがこっちにこう本体が遠距離攻撃持ってるんで釣られちゃったりするんで、それをやらないようにしっかりと深めのカットをしてるところはもう本当基本に忠実ですよね。こういうなんかね、忠実さっていうのがやっぱ K さんの強みかなと思いますね。自分みたいにさっきのような、なんでやらなくてもいい失敗っていうのをやらないっていうところですね。マジ怒られるよね、ほんとあんなことばっかりするとさ。いつも言ってんすよ、僕なんか。プランニングしっかりしましょうみたいなことを偉そうに言っときながら、お前なんだあれはみたいな。で、まあいいや、まあいいや、もうこれ以上自分をディスるのやめよう。で、バーバリアンキングと、後ろからね、このネクロマスター3体。これがね、やっぱりね、ユニットコストが、今、20枠、増えたことによって、得られるめちゃくちゃ大きい恩恵ですね。この2020年冬のアップデートによる、まあ、めっちゃ大きな恩恵。で、このネクロマサたちが、こう、結構人仕事をするわけですよ。ずっと外周キングたちと一緒に付きまとって、スケルトンを振り出しながら、どん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 カットしていく。で、まあ、その仕事があまりにすごかったんで、出てきたバルキリーが中心部行っちゃいましたけども、まあまあ、これは別に案外良かったのかもしれないですね。ヒーラーとしっかりと、コンビネーションを組みながら、バルキリーが前進していきつつ、後ろからスーパーネクロマサが刺していくと。投石のターゲットめっちゃこれ浮いてるじゃないですか。ガンガンに。スーパーネクロ。見てこれ、全然でも体力減んないんだよ、これ。後ろからヒーラーがついて回復してくれてるおかげで、多少体力が減っても、やられる前にヒーラーがこう、赤ゲージ。本来これ普通のネクロなら絶対もうやられてるんですよ。だけど、こう回復していってくれちゃうんですね。で、終盤までこう残っていくっていう形になるわけなので、今のように投石機を2本どうしても相手にしなきゃいけないとかいう場合には、もうスーパーネクロマーサー一択にやっぱすべきだなって思いましたね。まあ、僕の攻めももしかしたらうまくやれば、あそこ突破できたのかもしんないけど、まああまりにもリスキー。そのリスクを取るんだったらスーパーネクロマーサーを使うかないしは、まあ、イエティを使っていくっていうのがやっぱりいいのかなっていう気がしました。
で、まあ、イエティを使うかスパニックを使うかっていう自分の判断は今回みたいにこうあのスペースがすごい広い配置、こういうの配置に関しては僕はスパニックを結構、いいのかなと思ってます。イエティにしちゃうとあのこうバラクた時に一気に全部やられちゃうんで、まあ、当然スパニックもやられちゃうんですけどね。なんだけどもこういう風にやっぱバラけることをどうしても避けられないような場合、はすいません、は、まあ、スパニックを使った方がいいのかなっていう気がするってところですね。であともう一個、ね、自分がそもそも ね今回ネクロマンサーを使おうと思ったきっかけになった攻めがこれなんですよ。秋風さんのねこのアタックがまあやばかった、すーげーやばかったっす、ね、これ本当にね僕のがなんで使いたくなったかが多分わかる攻めですよ。あのぜひ見てほしいんですけど、あの秋さんのねこのアタックって、基本に忠実ですね。しっかりと、ね、クエイク2個プラスの、ライトニング5個ですね、まあ、ないしはライトニング6発プラスのクエイク1でもいいのかな。とにかく投石を折る、これが重要で、周辺にクロスボウとかインフェルノとかがまとまってた場合にはそこもまとめて折っていくって感じですね。で折っていきながらこのライトニングゾーンとグランドウォーデンのいるところ、ここの、奥深くまでこうカットをつなげる、これがめちゃくちゃ重要ですね。そうしっかりとアキさん、ミスらずにもう丁寧にやってますね。でもう一発、これやっぱりウィズトっていうのがネクロマンサー天敵になってくるんで、折れるものは折っちゃいたいってんで、これもしっかり折って、カットはもうタウンホールまでこう一直線、ここ6時方面もうあのがっつり谷間ができてますよね。でバーバリアンキングとアーチャークイーン、さらに後ろからネクロマンサーを出してきます。ここは先にネクロでもよかったのかなって気がちょっとしなくもないけど、まあでもこのネクロマンサーたちがなんでこっちに流れていくのかなっていうところの後のプランニングがすごいんですよ。うわそこ入れるかアキさんみたいな風に思いましたよね。ほんとアーシャーのこのカットもいいですね。しっかりカットを少しずつやっていって、あのなるべくネクロマンサーが変なところに流れないように気をつけていくと。タンホールに関してはここでなんと突撃艦を入れていく、突撃艦にトームをかけるのかな、いやかけないか、これおそらくですね、ここに、対空砲もなければ、黒風船と言われるあのホーミングもなかったんで、今、ホーミング水槽になったから突撃艦に砲もかけましたね。このタイミングがもう絶妙すぎる。マジでこれはうまい。で、中に入ってたイエティとこれスニゴブかな。で、しっかりと、タウンホールを落として、中央部分をえぐってから投石機に当たるタイミングでちゃんと砲が効いてるので、こう突破していくというところですね。見て見て、これ。これがしたかったんですよ。これこのスケルトン気持ちよくない、これ超気持ちいいよね。こんな風にさ、スケルトンがほらゴリゴリ行くんですよ。で後ろからヒーラーがもうネクロ回復するからもう止まるわけがないみたいな、これがしたかったのよ。あそこの狭い区画でこれがしたかったのに、でも投石機さ、投石機日本相手にしちゃったら厳しいっていう話で、スケルトンがもう通路をもう我先にとこうわらわら出てくるよね。このこれ相手からしたらもう地獄だけど、攻める方からしたらもう快感でしかないっていう、多分この時点でも勝利を確信したことはまあ間違いないだろうというふうに思うんですけども、こんな風にしっかりと投石機を削っておきながら、あと、まあ、マルチインフェルとか、まあ、なるべくない方がいいですね。で、そこに対して、グランドボデンのオディヒーで、削りを入れていってからのネクロマンサー、これが使えると相手にすべきはタンホールと投石機1本、まあ、正味これだけになるので、まあ、トームないしはフリーズ一発そこに添えるぐらいで、対応することができるということですね。こうやらないと、まあ、僕みたいになっちゃいますよというところで、投石機2本プラスの、マルチインフェルノ、タウンホール、まあ、トームでねまとめてすんごい固まってるんで乗り切れるだろうと思って舐めてかかっちゃうとああいうことになっちゃうっていうことですね、まあ、よくあの今のアキさんのプレーをあの参考にしてもらえたらいいのかなと思うし、自分ももう絶対やんねえぞと思ってますあとはこれですね、まあ、夜サビ集、最近三毛猫さんのね、サービス資料がすごいね精度が上がってきていて、まあ、元々やってたんですね。で元々やってたんですけども、ユニットを出す順番とかジャンプを結構多用してたんですよ。でも最近自分ジュンクさんのですね、あの JWC の前回をですね、初見前回を12回中11回初見前回かましたっていう、もう日本最強のもうネクロ使いがいるんですけども、その方の、ノウハウをまとめて動画にさせてもらいましたが、それあのミケさん見てから一気に吸収して、もうそのノウハウ使ってこんな感じ。あのクエイクっていうのはですね、あの壁を開けるだけじゃなくてダメージ与える効果もあるんですね。なんで投石機とかこう嫌な施設あるじゃないですか、イーグル砲とか、こういうところにこうダメージがめっちゃ入るんですよ。こういう風に入るので、体力半分に減らした状態になるからネクロがそこ一気に突破しちゃうんですね。つまり一気に突破できるから何が起こるかっていうとダメージ受けないで済むんですよ。あのやられる前にやっちゃおうってことができるわけですね。
で、こんな感じで一気に迫っていって、ブリーズで固めてるうちにバッ強っていくみたいな感じですね。まあまあ、ここちょっとね、価格が残っちゃっていて、こういうところ。少しね、危ういかなというふうにまあ思ったんですけども、まあそこに関しては、これロイヤルチャンピオンどこから来るんだっけな。ロイヤルチャンピオンどこにいる、そうそう、外周からロイヤルチャンピオン回してるんで、おそらく、ネクロはまあこの辺までを見てくれて、最外装は、まあロイヤルチャンピオンで見たのかなっていう感じですね、こういうふうに。で、最後なんでこの攻めを出したかっていうと、さっき自分、ネクロマンサーを大量にこういう、なんていうんですか、大量に、固めて出して、まとめて全部やられちゃったじゃないですか。もう悲惨な目にあったっていう感じなんですけども、ミケさんがやってるこのサビ臭と言われる、ドバッと出す戦術っていうのは、基本的にネクロがばらけるんですよね。ばらけるんで、まとめてやられるってことがないわけですよ。なので、そういう意味では、分散型投資ですね。高値掴みの株一点張りみたいな感じしちゃうと、大損超えちゃうっていうことが、まあ、投資の世界よくあるわけなんですけども、まあ、こういうふうにちゃんと分散投資すれば、まあ、どれかが伸びてくれるだろうみたいな感じ。まあ、そういう感じの、イメージで、ネクロマンサーをこう分散するような攻め方をする場合には、まあ別に、投石が2本あっても今みたいにこうやって壊せちゃうということなんですね。とにかくもう、ネクロが一点集中しているところにも集中砲火食らうような状況っていうのは、いくらトームで乗り切れそうに見えても、やらない方が無難かなというふうにですね、まあ本当に、強く強く思った次第でございます。もう、次からはやらない。やるときはしっかりラトリングします。というところで本日は自分の失敗動画からですね、クラメンのナイスなタクを3本、紹介させてもらいました。まあこれでネクロマンサーを使うシーン、スーパーネクロマンサーを使うシーン、で、ネクロマンサーをどういうふうに使うのか、まあ、この辺っていうのが、イメージがですね、まあ掴んでもらえたとしたら、まあすごく嬉しいなというふうに思いますので、よろしければぜひグッドボタン、よろしければ、参考になったら、もしね、参考になってましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、これからもタウンホール13だけではなく、12、11と幅広く、動画を扱っていきますので、いろんなね、攻め方、サブアカ、本アカ、12、13にいらっしゃる方、じゃあ11、12にいらっしゃる方もね、ぜひそちらの方も合わせて、ご期待 していただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。というところで本日、動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。